自動車だ。たかしだよ。めっちゃんだ。トリスタ。ガリビ。ミミクソハルクソペドリッド。やいやこの挨拶。仕事選ぼう。なにこれ。初めて出た。名人からミミクソあかんて。Quand t'es venu dans la rue。ということで今回はネクストステージの名人さんとエキトラ劇場さん、よいしょ。この企画を選んだのも、はい、もう分かるじゃないですか、3人もう何考えてるか分かれへん。確かに。だからいいサンプルが出来上がってた。サンプル、サンプルだよ。近代ってこと。ほんまびっちゃびちゃしたホルマリン好きから出した状態ですか今。左から、ほんまに何考えてるか分からん人で、結構賢い系のサイコパス、うん、で、もうマジでヤバいやつ、マジでヤバいやつ。でも瞬きしてへんの。瞬きしてないよ。入ってから。今回その3人とサイコパス診断、はい、どんだけサイコパスなんかっていうのを。あ、なるほど。いや、ちょっといいっすか、一個。あの、昨日、うん、昨日の夜中4時にオブラートに包んでいるんですけど、うん、このカマキリから、カマキリ包んでいる、カマキリが電話来て明日の企画どうするっていう後輩に夜中4時、もうサイコパスです。あ、それヤバくないですか、それ。そう、まあでもドバのその声が聞きたかったっていうか。気持ち悪い。気持ち悪い。決まり。気持ち悪い。怖い、怖い。もう怖い。違う違う違う。サイコパスや。時間差の笑い。違う、怖い。あと名人も、こんな言っていいかわかんないですけど、さっきみんなで昼飯食ったんですけど、もう両手でこうやって食ってました。いや、お前。ということで、じゃあ早速やっていきましょう。問題移る前にですね、はい、紹介したい人が見つかって、紹介したい人、反社会性人格障害についてメアリー・ベルっていう人がいるんですよね。メアリー・ベル、何したい人だと思います？分かった分かった。 QR コード作ったとか。いや、すごい人やん。ちょっとボケないんだよね。ボケないでね。QR コード作った日本人なんで。そう、名字は高橋ではない。いや、高橋メアリージュンじゃないよ。メアリー、高橋メアリーベルはいないでしょ。11歳になるまでに2人殺してるって。えぐっ。えげつない嘘つきっていう。嘘つきなんですね。マジか、素数歳もサイコパスだ。じゃあ1個目、1問。はい。これはどんだけサイコパスかをまず診断します。おー、尺度ね。いきますね。あなたを陰から覗いている人がいます。その人は何歳ですか？思い浮かべてください。ほんまに覗いてる人の年齢を思い浮かべて。パッと思いついたのに。あ、そう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 。目怖っ。かけました。ほらな、もうね、感覚ですもんね。かけましたか、皆さん。はいはいはい。てっちゃん2歳。おー、怖いな。これトラちゃん70歳。トラちゃん70歳。70歳。怖っ。これ5歳。5歳。5歳、怖っ。5歳も怖いって。まあそこに人はいなかった。怖っ。いや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 、ずっと鉄臭いね。尻の鉄臭い。近くもうやってきた後。師匠、俺っすか。カンコレユタシ生誕祭おめでとう。回答の年齢があなたの精神年齢です。マジ。若ければ若いほどサイコパス。えぇー、やっちゃんとパルスやばいっす。いやいやいや、ここはどうなんの。じゃあもう数値ができんやばい。めっちゃやばい。俺一番恥ずかしい。一番恥ずかしい。めちゃめちゃ恥ずかしい。縁側でお茶かけてる。ここが一番やばい。やばい。そこに人いなかったって意味わかんないもん。生まれてないやから0歳より前で。ほんまにやばいやつ。誰もおらんかった。じゃあこっからです、本題。はいはいはい、いきます。第2問。あなたが忌み嫌う相手が、うん、あなたの前で断崖にぶら下げられ、棒のようなものに捕まってようやく生きている状態です。敵を断崖に落とすとき、あなたならどうしますか？俺は普通にこれかな。白。はい、普通のやつに。早っ。雨降るまで待つ。まあ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 、確かに確かに、ありそうありそう。ナイスサイコパス。普通にただけ。名人さん、まあ僕は助けます。怖い。それも怖いね。怖い。てっちゃん爪切ってへんやん。なんでそんなに似ているまで見てしまう。指を見てんな。しゃべらないまで見ちゃう。ナイスサイコパス。じゃあ僕いきます。カルさん、僕はまあ指を。ああ、こ
けどね、一般的な回答ですね。あ割と。じゃあはい師匠。え、それを横目にポコパン。わ、怖っ。怖っ昔のアプリ。その横目にポコパンをやってしまう。怖いな。うん、ナイス太鼓パン。逆に今やっちゃうっていうね、うんうん、どんどん出していっていいやつよってこれで、うん、そうそう、そんなん言いながら一個も出せんよ。ほらちゃんめっちゃ嘘やねん。俺もうただただ何も思いつかない。かわいそう。出せないんだよね。出せないんだよね。はい、てっちゃん。まず国籍を聞く。うわ、怖っ。怖い。日格じゃない。日格じゃない。日格じゃない。日格か。日格か。日格じゃない。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。嬉しい。じゃあ僕いいっすか。はい。俺が落ちて、いや、土俵笑い。いや、命あげていいやつ。もらいがけのボケ戦闘時間ない。ちょっとみんな真面目答えへんな。罰ゲームやろうかな、最後。どういうこと？じゃあポイント低かった人。どういうこと？最初この罰ゲームやってもらおうか。うわ、やば、絶対答え、うわ、絶対やる、やばい、絶対やる。お前がサイコパスでプレイヤーやめてくるよ。あ、オッケーオッケー。てっちゃん、セッサに誘う。無理やん。これできひんやん。怖い。崖からこれできひんから。せめてこうかな。何の話やこれ。Quand t'es venu dans la rue。師匠。え、トイレの神様フルで歌う。怖い。じゃあね。なんか師匠はエグいわ。ちょっとな。いい歌やし長いしな。長いから。いい歌やし長いし。めっちゃおもろい。客読めるなこれ。マジで。人の感性ですよ。芸人の思想やね。参加者なの。参加者だよね。つもさん答えます？うん、答え、あ、いいよ。来た、名人来たよ。最後パス。いや、でも僕は普通に、もう首に縄かけて上に引っ張りまっちみち白しようや。家で持ってあげてください。もう一番怖いけど。だってさっきまで助けるしそうやってはい、師匠。指毛一本ずつ抜く。ああ、惜しい。え、惜しい。惜しい。オッケーオッケー、分かったわ。いや、それは回答共有できんねん。これは共有できんねや。あー、そういうことか。じゃあ、行きましょうよ。爪を1枚ずつ剥がす。爪を1枚ずつ剥がす。爪を1枚ずつ剥がす。あー、正解でした。あー、来た。やっぱやっぱきつ。考え抜いて出してみる。怖いっすよ。確認取ってきてんのも怖い。正解は何？正解はですね、指を一つずつ離していく。うわ、長く苦痛を与えるためっていう。なるほど。第3問。はい、はい。史上類を見ないほどの大量殺人を行ったあなた、死刑判決が下され死刑囚となると、その最後に執行人に手紙を送ることができると。ほう、その手紙の内容はどんな内容ですか？あ、もう自由やもん。自由やね。でも待って待って、いろんなネクストステージ行かないと待って。前ちょっと言うなよ。いきます。あ、そのベタなとこからちょっと。メイジーさんね。手紙の内容ですね。はい。まあ、人を殺して楽しいですか？なんで聞いてる？あああ、そういうことか。怖っ。怖い。怖っ。これ答えや。答え。ナイスタイムパス。正解。だから正解ではない。自分はめっちゃ人を殺してる。ああ、ちょっと怖いわ。怖。ちょっとベタな。え、ベタな。どんなやつとつるんでる。じゃあシュールはどうなる。欲しい。え、やば。あ、明治。今日近い。反省してます。してへんやん、伸ばし棒。伸ばし棒はしてへんのよ。令和の出し方。これを。縦で出す。そうやばいよ。縦はないよ今まで。あ、よくない。あ、来た。タイさん。うわ、これどう？自分の場合、格好格好で、俺が殺したのは11人で、みたいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11で、お前で俺12人目だよ。わからんし怖い。わからんの一番怖い。殺しやしな。この書き順ちょっとむずいからな。何でやねん。これ1、5は2なんだよ。これ2なんだよ。これ1人目の可能性もある。この回答にあげます。いや、1回出した。いや、1回3回出した。高いな。はい、はい、どうぞ。仮装がいい。師匠。はい。なんかよう見たら点線があって、ここは谷折りって。いや、この話めっちゃ面白い。
ここは何を理由とかして、それだけ態度は出す。中身ゼロで、折り方して怖いっていう。面白でちゃ、死ぬならば殺してみせよ大のこぎりクワガタでバリ字余り。これは好きや。バリバリ下手だね。めっちゃいいね。最高だよ、ここは。めっちゃいいよ。じゃ答え言いますね、もう。はい、あったらパスやから。はい、すいません、すいません。俺のたくさん人殺してるから死刑執行にならないと俺やろ。あ、この人を殺すスペシャリストやから。もう考えがバグってる。そうそうそう、俺の方がうまくいけるよっていう、うん、アドバイス的なの、最後の声すぎてるわ。でも俺、名人も怖かった。怖かった。正解変えた方がいいんじゃない。確かに確かに。お話ししといてダメですよ。めっちゃ嬉しそうだもんね。嬉しいでしょ。次ラスト問題。はい、はい、一番サイコパスじゃなかった人。あ、今までの回答なしで、関係ないんだ。関係なしで、あ、もうこれで。めっちゃ最後バスな回答を出した人はもう抜けていってもらえた。あー、それよ、それよ。じゃあいきますね。ある町で、一家殺人事件が起こった。5人家族のうち母、夫、姉、兄の4人が殺され、生後10ヶ月の末の妹だけが無事でした。犯人はなぜ赤ん坊だけ殺さなかったのでしょうか。トラさん、はい、柔らかくて食べやすい。怖い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 。はい、てっちゃん、赤ちゃん、赤んちゃん、あかんねんやって、バリアホ。いや、本当にアホだもん。だとしたら、だいぶ似てるわ、俺、回答だいぶ似てる。バムバムバム。え、なんてなんてって、よう聞いたらバルブスって言われてた。殺せよ。殺せよ、あれ。はい、メジーさん、まあ、赤ちゃんの臓器は売れない。怖い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 、ほんまに怖い、怖い怖い、もうやめて。これ文句なしでもう居抜けです。居抜けというかもう優勝だって。優勝だよ、これ終わった方がいい。この回終わろうぜ。ちょっともうこれ止めないとダメだよ。臓器は師匠、殺した人の年齢で13ワーゲームしてて赤ちゃん殺したらドボンだ。怖い怖い、これめっちゃ、これめっちゃ、ああ、そういうこと。ちょうど31、なるほど、32で終わった。ちょっと怖い、ゲーム感覚。怖いね、怖いわこれ。怖い怖い。エンタメ性もあって師匠3抜けです。やったー、すごい。あ、2人どっちか一発ギャグですよ。これはよくわかんない。でもサイコパスチェアマン多い。行けました。どっちかで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 。確かに。じゃあまずてっちゃん、今後その子が苦しむ過程を楽しみたい。うわ怖い怖い。Quand t'es venu dans la rue。殺人。うわ、これ超えましたわ答え。トラちゃん、途中で犬が吠えた。ボケんねや。ボケたくえ、はい、ボケるんすか。最近で一番はやれんけど。はえ、そっちの回答を一回見せてもらっていいですか。あともう一個なんかある。綺麗な肌を汚したくない。これもいいな。これはいいな。これも怖いんだ。これはいいんだ。なんで犬選んだ。え、なんで犬選んだ。確かに、なんで犬。え、こっちの、え、どっちの。トランジスタ一発ギャグ。もっとやれ。俺の後にこれは呼べ。おい、トミー、そんなことそういう守り好きだって。それはそれで、これの後にこれはいけ。今飲むな、いけ。今これやってたんだから。変なままでポーン。もう肩は呼べ。トミー、水かけんなよ。守り好き、肩は呼べ。肩は呼べ。え、ちなみに答えは何だったんですか。生かしてても証言者にはなれへんから。うーわー、怖い怖い。やったことあるやつとか、法律とか求めちゃうからね。
合理性とかね。てっちゃんの怖かったけどね。確かに、確かに、確かに。ありがとうございました。思いついたら回す感じなんで。あ、もういいですよ。あ、うん、早いですね。え、結構早い。一発行くわ、もう。あ、全然、なんでも、なんでもいい。すげえ。あ、サイコパス行ったの。サイコパス一発行く。じゃあ、行きます。よろしくお願いします。あ、サイコパス、サイコパスの本当の意味を知りたいかい。犬が吠えた、サイコパス。犬が吠えた、サイコパス。サイコパス、本当の意味を知りたい。全然一歩知らない。サイコパス、サイコパス。これ初めやけど、こいつなんだ。サイコパス、サイコパスの意味を知りたい。本当じゃ2時間ぐらいだ。意味が欲しい。